黒井城の戦い。黒井城の戦いは、安土桃山時代に、織田信長の命を受けた、明智光秀などが、丹波国政党を目的に行われた、赤石の剣城黒井城への工場戦。天正三年、1575年と天正七年、1579年の二度にわたって行われた。A63 年、1570年3月。 上落していた、織田信長に、おいの直政とおいの赤い忠家、直政の兄赤いや清は亡くなり、忠家は、家清の客男は配越し小田方につくことを約束した。信長はこれに対して、表情軍、天田軍、イカルカ軍の丹波奥三軍を安堵した。これで、丹波は安定するかに思えたが、翌元期二年、1571年11月、田島守護でありこ、 山城主、山名雄豊と田島黒人の役の城主、磯部と与那浦が、兵城軍にあった足立市の山垣城を攻城した。黒井城の直政と、後谷城の忠家はこの動きに即応し、山垣城に救援に向かい三名、磯部領軍を撃退した。四年後の天正三年、1575年に、直政は、田島の武田城を攻城市中に治め、 雄豊は信長に援軍を要請するも、当時信長は信長包囲網に遭い、援軍を出せる余裕はなかった。同年、越前一行一揆が一段落すると信長は、明智光秀を総大将に、丹波政党戦に乗り出すことになる。信長としてみれば、吉川元春を打つ前に、京都に近い丹波を平定し、背後の憂いを削ぐのが目的だったと推察されている。光秀は、 越前より坂本城に帰城し、戦の準備を整えて、同年10月初旬に出陣したと考えられている。この時直政は、武田城にいたが、光秀の動きを察知し黒井城に帰城、戦闘体制を整えた。これと、並行して信長は10月1日、丹波黒人衆に向けた衆院城を出し、その調略によって八条城の旗の衆事をはじめ、 国人衆の大半を取り込んでいた。三秀は黒以上の周囲に二三箇所の砦を築き、圧倒的兵力で黒以上を包囲した。この頃の戦況は三秀に有利であり、八木豊重書長によるとこの戦況について三秀は、城の兵糧は来春までは俗界で落城するであろう、と楽観しており、戦いは順調に推移していた。 しかし工場戦開始後2ヶ月以上が経過した翌、天正4年1576年1月15日、旗の修士軍が3方向から攻めて、明智軍は退却取った。赤井の呼び込み軍法と言われているものである。この戦いは、修士の裏切りにより、勝敗がついたが、呼び込みという言い方は適切ではない。なぜこのような言い方が伝わったか、郷土の白物語では、 信長の主因状の返事をどのようにするか、丹波国人衆が集まり協議を行い、直政のみが信長の意向に従わない、他の国人衆は信長に従うので直政を打ち滅ぼしてほしいという偽りの返事をしたのでないかと解説している。もみ池日記によると、直政と衆寺の間には密約があり、予定の行動であったという記載があるが、 その記述は信用できるものではないと指摘されており、また、赤、旗の両家は隕石関係にあり、事前に密約があった可能性が囁かれてはいるものの、はっきりした記録はないとも指摘されている。公葉軍艦によると直政は、名高き武士として、と並び紹介されているほどの武将である。直政には、信長を丹波に呼び込んで討ち取る計略があったのではという指摘もあるが、 それらを示唆できる資料も確認されていない。天正四年一月十五日、明智軍は黒井城の前方、南側にあたる平松という土地に移動し、と黒井城の四方に陣取り、いよいよ黒井城を攻め立てるべく準備が整ったところに、三美城、城主、赤井美幸や直政の弟が明智軍に襲いかかり、これに即応して、畑の周公軍と、 旗の秀直軍が西、東より攻撃した。明智軍は体制を整えるべく一旦、柏原方面に退却しようとしたが、そこには、後見城で赤い叩いが待ち伏せており、明智軍は黒い側に追いやられ大敗した。このような戦いの状況から、いつの時点で成立したかは定かではないが、赤石と旗の氏の間で何らかの密約らしきものがあったのでないかと思われている。 大敗した光秀は、京都に逃げ込み、その後坂本城に起動した。先の戦いから1ヶ月後、再び戦の準備を整い2月18日に、坂本城を出陣し、丹波に入国したが、この時はほとんど戦わず、短期間で引き上げて待った。一方、この戦いで、織田軍に土をつけたことで直政は、丹波の赤鬼という名を広めた。 最初の戦いから約一年半後に再び光秀が黒以上の攻撃を開始するが、この間光秀は、機内を転戦し、石山本願寺攻め、天皇寺の戦い、紀州征伐、加賀攻め、四義山城の戦いなど休む暇もなく、戦場を往来、丹波に集中できる状況ではなかった。明智軍は必要に応じて借り出される、遊撃軍団だったと思われる。一方、 オ義の直政は、下立中心に、信長法移毛の一翼を担っていた。足利義明や吉川元春の使者、安国寺恵計、武田勝頼の使者、後部正留氏や長坂光圏、石山本願寺の県女からの密書、密使が再三この地を訪れていたという記録が残っている。特に、石山本願寺からは、信長の動向、その対抗策、変身の要請など、 緊密に連絡が行き来されていたと思われている。また、直政と弟の甲賀は、吉川元春に立ちや馬を送り、上落と救援を要望していた。この主院状は4月13日、信長から矢野矢三郎に宛てた主院状で、内容は赤い忠家、赤い直政の罪を、赦免、許しし、去年以来よりだ田方に、一味した者の心情は、色んなく、扱い。 当地業も安堵してするので、明智光秀と相談して、ますます中節を尽くすようとある。矢野や三郎は、どのような人物か不明であるが、丹波国人の一人ではないかと思われている。主因上には四月十三日とのみ書かれており、年号については不明であるが、明智光秀と相談してという部分から推察して第一次、黒以上の戦いから第二次黒以上の戦いの間、天正三年。 1575年天正7年、1579年、と思われている。このように信長も、第二次黒以上の戦いを前に計略を巡らしていた。吉川元春の援軍が到着する前に、光秀は、四山城の戦いが終了する天正5年、1577年10月、第二次丹波政党戦を開始する。まず、明智軍は、滝軍にあるもみ以上、 桑田郡軍にある、亀山城を落城、この二城を丹波政党戦の本拠地とした。第一次丹波政党戦と違い光秀は一挙に、黒以上を攻めようとせず、慎重に周りの城から向上していく、個別撃破戦略を取った。信長は、細川藤高、忠沖府氏の援軍を送り、翌天正六年、1578年3月に、 八条状と表情状の包囲を完成させる。この時に赤い方では、首相である、小木の直政が3月9日に病没するという、一大事件が起きる。兵庫の白気候によると、首切り長、可能してできる、腫れ物の病ではなかったかと言われていい。数十年にわたり、実質的な赤い医師の指導者であった、直政の死去は、丹波に、大きな影響を与え、 一旦光秀を裏切った、丹波黒人衆は八条城を行為するのを見ると、再び光秀に降っていった。赤池では、直政の弟の降家が貢献となり、統率することになる。さらに信長は、同年四月に、橋場秀長軍と、明智秀光軍の増援を送り込み、一の八条城、黒井城の市場を、次々と落城していった。光秀は行為中に、 軍勢を八条城に置きながら、別所長春や荒木村重の無本にも対処している、三木合戦、有岡城の戦い。翌天正七年、1579年3月に、八条城と黒井城の分断を目的に、金山城を築城する。各市城を落城し、金山城の効果を出始めてきだしたのか。極度の飢餓状態になった八条城に対して、信長後期によると、 調略をもってという記載があることから、八条城兵に対して、働きかけがあったと思われている。捕らえられた、旗の三兄弟は、光秀五僧の下、落中を引き回され、安土城に出向き、信長の命により張り付けになる。光秀は7月に再び丹波に入国し、最後の城、黒井城の工場に取りかかる。赤い多大江軍は、 第一次黒井城の戦いの時とは違い、旗の家からの援軍もなく、黒井城の市場もほとんどが落城してしまい、兵力も激減していたと思われる。戦いは8月9日、早朝開始、光秀は、第一次黒井城の戦いの反省を生かし慎重に、攻め込み、仮想陣地に火をかけたり、ほら海を吹いて、混乱を装い、攻めると見せかけて、退いたり、 勢いに乗って追う黒い城兵を誘い込み、攻撃したりした。そんな中、明智軍の使用点正高隊が、手薄になった戦場自取りでから攻め落とし、シュグルワに向けて、総攻撃を仕掛けた。明智軍の誘導作戦でシュグルワには、わずかな手勢しか置いておらず、互いへも奮戦したが、最後は自ら火を放ち敗走する。この時の状況を、信長後期では、 と記載されている。この戦いで事実上、丹波政党戦は終了した。この書状は、黒以上、落城十五日後の八月二十四日もので、戦勝祈願した、京都の伊徳井に送ったものになる。内容は、勝利することができたので約束通りに百国を奉納すると伝えている。また、文中には、赤い台への居城であったと思われている、貢献城が、間もなく落城し、 一両日中には、和田方面に進軍すると報じている。神仏を重んじき真面目な光秀の性格を伺かがわせる、書状となっている。書状の中段に、貢献のこと、シ詰人口、という記載が見受けられる。上記書状のように若干の反対勢力との、小り合いや和睦などを片付けて、光秀、細川藤田からは10月24日に、安土城に外戦し、 信長に拝謁し、丹波が平定できたことを報告する。翌天正8年、1580年に、信長は丹波を光秀に、丹後を藤高に与えることになった。第一次黒井城の戦いで、全国的に、小木の直政の丹波の赤鬼が有名になる。この赤鬼の赤は、赤い直政と関係があると思われているが、郷土の代物語はそれだけでなく、 この頃より揃い鎧をつけて戦うことが始まっているので、おそらく、直政軍も揃いの赤い鎧を着用していたのでは、ないかと推察している。羽柴秀吉の家臣の脇坂安二、辰野城主が、天正六年一月に病床にあった直政を訪ね、会場降伏を進言したが、この説得には応じなかった。しかし、その行為に射して、天の川を安次に与え、 囲碁立の神社の宝物となったと言われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。